この動画は大陸版の情報を元にしています。大陸版ではアップデートのたびにキャラの戦力調整やバグ修正が入ることがあり、時期によって評価が変動しました。そのため日本でのリリース版と仕様や性能が変わる可能性があります。ご注意ください。リリースが楽しみなエーテルゲーザーだけど、大陸版をプレイしてる経験をもとに先行でこのゲームのキャラを紹介していくよ。最後であの S ランクキャラ6人の紹介は済んだよね。今回から2番目にレア度の高い A キャラの紹介していくわけか。 A キャラは入手もしやすく戦力になるキャラが多い。そしてランクアップである超越も容易なんだよね。無超越の S キャラより超越を重ねた A キャラの方が強くなる場合が多いよね。それだけ頼もしいので無課金はもちろん課金ユーザーでも重宝することになるよ。 A キャラはトリプル S までの超越を目指そうね。そうしたら見違えるくらい強くなるから、おそらく序盤から数人をお迎えすることになると思います。普通に育成推奨のキャラも多いので育成優先度を確認していくね。さあ今回はどんなキャラの紹介になるのかな、確認してみようか。今回はシュウを紹介します。立場的には上官に当たるキャラで、ストーリーでは熟練者だよね。実際の性能はどうなのかな。 A ランクキャラは超越をしやすいので超越を前提で話をするね。この動画ではトリプル S まで超越した場合の強さで考えているのでご了承ください。 A キャラは超越をすることも前提とした評価になっているからね。ガチャでラブっても強さに直結するから嬉しいよね。勤務時間中は死後を慎んでください。私が道を切り開きます。一点集中貫け。よっ、て久しぶりの実戦、最善を尽くします。てて、せい、的確な判断です。ここからの攻撃は任せてください。私が道を切り開きます。一点集中貫け。さて今回の戦闘を記録しないと。最初から実装されている A キャラの中でシュウは育成優先度が高いキャラだよ。スキル内容を見たところ範囲攻撃が優秀そうだね。敵ガンギャンギャラクがこの暴動にも活躍してくれそうだね。超越することで火力も高くなるので心強いよ。特に序盤では攻略の効率が大事だし、精霊キャラで火力が出るのは超便利。初回のガチャでラブって入手したら超越でのステータスアップもできるからね。ここが S キャラではやりにくい育成場所だから、レイヤーキャラの方がメリットになるよね。火力があるのと超越による強化がしやすいことから序盤での育成が推奨のキャラだよ。お迎えしたらキャラの所持状況を見た上で意識してほしい。扱いやすいキャラでもあるので序盤で輝く性能だと思います。いろいろなキャラが実装される中盤以降は新規の A キャラでも強いキャラはどんどん実装されるよね。だから中盤以降は優先度が下がるわけだけど、中盤以降になってインフレについていけず使えないってことにはならないよ。序盤に育成しても無駄にはならないと思います。このゲーム1チーム3人編成だから3人は最低限育成する必要があるけど、チャレンジステージの悪夢再臨では最大で4チーム12人の育成が必要になります。まあ最初のうちはそこまで機能は解放されていないと思うけど、イベントステージではレンタルキャラが配布されてそのキャラでクリアも可能だったよね。なので育成順番を間違えると取り返しがつかなくなるゲームではないから気楽に考えてもいいけどね。でも実際に育成しようと思うと損得を考えちゃうんだよね。何度も言うけど手持ちの所持状況や採用する編成を考えながら誰を育成するか考えてね。というわけでシュウを紹介しました。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。先に失礼してもいいですか。まだ仕事が残っていますので。
あなたの登録でモチベーションアップ、チャンネル登録お願いします。